コベナントの覚え方さあコベナントちゃんはえー、と SVL レベル10ですかうん出ますよ、永遠に。もうほんとに。もう SVL レベル10だから当然過去問にね、当然過去問の合意にね、あのー、出てたんじゃないのつってね、検索したら一回も出てないもうほんとにバカバカ。 なんで SVL レベル10なのにカーベランと出てねえんだよ5位にいようっていう話じゃないうんもうだからあれですよ SVL レベル10でね過去問に出てませんからね、うん、多分デタタンさんにも収録されてないね、うん、もうデタタンさんは出たやつしか載せませんからねもうその点で志が低いよなうんあちなみに5位以外だったら長文に えー、2012年の第1回の長文に出たのかなでも長文つってもねその1回しか出てないですからねどうなんですかねその2012年の第1回に出た長文見してっていうことうん,なんで <laughs> なんでなつって。 なんで私が著作権のリスクを負わなきゃいけないんですかもう本当にもうなあああ。でもまあいいかああ。もうフォトグリッシュさん見なろう。<laughs> フォトグリッシュさん。<laughs> しかしよくこんな怖いことできるよね <laughs> 前々から言ってるけども <laughs>。これがありだったらさ、ね、俺だってもう過去も丸々載せようかな。<laughs> 本当にな。 もうおそらくね、画面こんだけ小さいからね、見逃してよーってことでしょ。うん。まあ100歩譲ってそれをわかるとしてさ、うん、なんていうかな、もうバリバリに所属出してよくそんな怖いことできるなとか思わない。<laughs> <laughs> もう、ですからね、こういう人もいますからね、もう私もね、うん、もう過去も過去も出しちゃおうっつって。<laughs> ね、うん、どこに疲れてますから、河辺なんと。ね。 ここに疲れてるじゃんつってねうん。ここに答え書いてあるじゃんつって。もう、コベナントで、えー。契約とかね。規、えー、約とか約束とか約款ですか,うんかもう、プロミスよりはるかに、あの、硬い言葉って感じうん。もう、もういいよ、もうそれで。<laughs> いろいろ条件あるけど。もう、どうせあなた方別に弁護士じゃないでしょもう、プロミスとコベナントの違いなんか分かんなくていいよ。もう、もうもう出ねえよ、もう、お前の、お前の人生で。 長文にコベナントが出てくることはありません <laughs> でもどうですかねこれは語源的にはねうんこうがね一緒にでね便、えー、の部分がベンチャーの便ですかうんだから行くとかねうんそういう意味でねでコベナントで一緒に行くっつってっ一緒に行くで約束ですかつって <laughs> もう一緒にいいからまあ約束って一緒にするもんだから一緒にいいからそこまで引っ張んないといけないの。 もう行くくの部分はほぼ関係なくなってるじゃんっていうねっていうか一緒に行くだったらねコ戸ベんントでね何ですか一緒に行くところっつったら人と一緒に行くところってどこですか <laughs> 遠足でもいいじゃん <laughs> でもまあ SVL レベル10ですからねあ、まあ、知らなきゃちょっとアホですか、うん、もう今回のはもう今回のもか、うん、今回のも、うん、覚え方ではありませんよ、うん The government Where is the covenant. The government breached the covenant. The government breached the government breached the covenant. government breached the covenant. The government breached the covenant. The the, covenant. the 何何あのワクチン打った後死んだ人ってもうなんか1700人ぐらいいるらしいじゃん。今、今んとこ、うん。とりあえず数えられてるやつで。うん。まあ無理でしょ、そんなの。一人一人に4400万円って配るの。うん、そりゃね、払いたくないからね。もう因果関係不明っていうことにするしかないよね。うん。もうこっちとる疑心暗鬼だな、こういうことされるとな。うん。政治家はワクチン打ってるとかね。うん、言うけどね。 本当に売ってんのっていうね。<laughs> 生理食塩水じゃないのつってなああ。ちなみにですかあちなみに有名なところで言うと、えー、っと、エイリアン・コベナントっていうね、映画がありますけどね。これは何なんですかコベナント号宇宙船の名前がコベナント号だから、エイリアン・コベナントっていう題名になってるけど、えー、コベナント自体でね、キリスト教的には何 約束の地とか契約の地とか、うん、そういったなんか宗教的な意味合いもありますからそういう題名にしたんじゃないですかって言うんですけどね俺コベなんと見てないのよね、うん、プロメテウスは見たんだけどコベなんと見てないのよ、うん、あそういえば俺コベなんと見てないわとか思ってあ見なきゃとか思ったらさなんかもうなんかサブスクでやってねえんだなそういう時に限ってな、うん じゃあアマゾンで見るかっつってねアマゾンレンタルできるじゃんっつってねいくらだろうっつって、まあ、100円なら払うなっつって100円頼む100円お願い100円ね299円うわ <laughs> 299円うわもう大体あなた方が全然再生されないおかげで俺の月の収益が2000円とかだから俺が神戸なんて見れないんですよもうに何な,なんだよこれもうね100円じゃないのこれ。 もう2017年の映画に300円は払いたくないよな、はあ、これが2020年とかだったらまだ我慢できるけど2017年の映画に300円は払いたくないですよ正直 The government breached the covenant The government breached the covenant The government breached the covenant 概要欄のリンクから例文をチェックしよう y o u b l i s とかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ再生リストから復習もしてね